皆さんこんにちは、アニプランツです。今日はアガベを植え替えるタイミングについて解説していこうと思います。アガベは春や秋に植え替えることが圧倒的に多いです。ですがそれ以外の季節でも僕はアガベを植え替えることがあるんですよね。その辺のタイミングや注意点、植え替えする上での見極め方についても深掘りしていこうと思います。それでは早速行ってみましょう。まずはじめにアガベの植え替えは春や秋の成長期にされる方が多いかと思います。カラッとした気候で程よい暖かさがあれば発根に最適ですよね。発根しやすい環境下で植え替えをすることで植え替え後のリスクが少なくなります。うちの場合春秋の気候は25度くらいで湿度は 20% くらいでした。ファンを回せば湿度は 10% 以下まで下がることもあります。ほとんどの方はこの時期に植え替えているのではないでしょうか。逆にそれ以外の季節で言うと冬は寒すぎて発根しませんし、夏も猛暑日の場合調子を崩すのであまりおすすめはできません。要はさっきと逆で成長に適さない季節となります。ただそうは言われても今やアガベの抜き苗なんかは一年中手に入りますよね。夏や冬に購入することは当たり前になってきました。例えば植え替えに適さない時期に買って何ヶ月も植えずに待つのも個人的には嫌なので、僕は夏でも冬でも植え替えています。じゃあその場合どのようなことに注意して植え替えをしているのか、管理法を紹介していきます。はい、まずは夏場に関してです。夏はあまり難しく考えてはいません。植え替え後はファンを回しつつ雨と直射日光を避けて外管理していますね。風通しが良く軒下で直射が当たらないところならどこでも大丈夫だと思います。植え替え後は少し日数を置いて水やりをしますが、基本的に水は夜にあげています。これも蒸れ対策と葉焼け対策です。日光ガンガンの場所や日陰でも暑すぎると調子を崩して発根する前に腐る可能性もあるので、夏場は気温が落ち着く夕方から夜にかけてがベストだと思います。はい、次に冬場に関してです。冬場は少し神経を使っています。基本は室内で管理しますので、昼間家を開けている時もなるべく暖かい場所に置いて室内でファンを回しています。なるべくレースカーテン越しかスモークガラス越しがいいですが、個人的にこなえでなければ直射日光に当ててしまってますね。だいたい15度から20度くらいあれば十分だと思います。また部屋の上の方が暖かいので床には近くない棚の上か窓際がベストだと思います。そして夕方からは寝るまでの間暖房をつけています。その後は気温が落ちきってしまうので夜明けまでの 3,4 時間程度を耐える、そのサイクルでやってきました。明け方がやはり一番冷えるので朝起きたら少しでも暖房をつけていましたね。昨年末に購入したホリダやチタノタもそんな感じで管理をしていました。ただ冬場は発根しても成長は見込めないのと、寒い状態を長時間与えてしまうと新芽も意味がなくなってくるので、無理して成長させるということはあまり考えないようにしておくといいかもしれません。はい、では次にどんな状態の時に植え替えるのがベストなのか、基本的なタイミングについて解説します。まずはじめは根が張ってパンパンになっている状態ですね。その場合はもう根詰まりを起こしちゃうので植え替えた方がいいです。下葉が異常な速さで枯れてきてしまったり、葉が展開して下葉がたくさん枯れているような見た目であれば植え替えをおすすめします。ただ根がどれぐらい回っているか鉢の中を確認することはできませんよね。ただしプラ鉢の場合は鉢を叩いて
判断するという方法があります。見極め方としては、叩いた時の音が低い場合は密度が高いということになりますので、密集していることがわかります。逆に叩いた時の音が高い場合は、まだ土の中の小石同士がぶつかっているということになりますので、根が回っていないかもしれません。また薄めのプラ鉢なら見た目で微妙な膨らみに気づけることもあるかもしれませんね。次は小株がたくさんついている場合です。特にこの辺の BB は小株が大きくなりすぎているので、もうそろそろ植え替えなきゃなって感じですね。小株が多すぎたり大きすぎたりすると密集して親株を圧迫しちゃうので、でたらめに小株をつけといてもあまりいいことはないと思います。見栄え的にかっこよく見える雰囲気も僕は好きですが、ある程度大きくなった小株はひょろ長くなってしまうことが多いので、これくらいならもう植え替えて外すかなっていう感じです。こちらのオテロイの場合は2株確認できますが、まだ割と小さいです。親株と密集してる感じも見受けられないので、これはまだ置いておきます。次は様子が明らかにおかしい場合、植え替えをしてリセットするという方法があります。例えば環境を変えていないのに最近元気がなかったり、急に歯が垂れてきたり、明らかに様子がおかしいぞと思う場合、原因を探る、もしくは作り直すという上で一度リセットするのも手段だと思います。原因がはっきりわからなかったとしても、根を整理したり殺菌した上で植え替えたらまた調子が良くなることもありますので、やるときにはもうやっちゃった方がいいですね。はい、今説明した3つのうち、初めの2つの場合であれば僕は夏でも冬でも植え替えを行うことが多いです。あくまでも植え替えるタイミングは春や秋が適切ですが、難しい場合は先ほどの説明を考慮して試してみるといいかもしれません。また3つ目に説明した明らかに様子がおかしい場合などは、季節に関係なくまずは一度抜いて下葉を整理したり殺菌したりしてしばらく置いておくのが先決かもしれませんね。その後で季節を踏まえてどう植えるかを考えていくのがいいのではないかなと思いました。いかがだったでしょうか。今回の内容はあくまで通常とは少し変わった管理法となります。なるべくであればアガベを適切な時期に植え替えてのびのびと育ててやることがいいのですが、そうもいかない事情もやはりあるかとは思います。そのあたりを少しでも参考にしていただけたら嬉しいですし、こういう方法もあるよくらいの感覚で頭の片隅に入れていただければと思っています。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタン、ぜひともよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。